話戻りまして、ご質問いただいた内容ですね。でこの緊張状態がそのうち日本に来たらどうしようか、日本に来た時のことを考えた時には敵基地先制能力であったりとか核シェアリングとか核武装、そういったものに関しても考えていく必要があるんじゃないかっていう流れにはなってます。でもね、騙されちゃダメ、これもやってるふりなんです。事実上日本では無理なんです。その説明をしていきたいと思います。出るかな。令和新選組代表山本太郎、マイクを握っております。日本が敵基地先制能力なるものを持った場合、周辺国から攻撃される可能性がある。日本が核武装などを進めようとしたときには日本は逆にやられてしまうという可能性があるということを話していきます。国連憲章です。国連憲章の中に旧敵国条項というものがあります。皆さんご存知の通りです。国連ってどんなグループかって言ったら、第二次世界大戦の戦勝国で作られたグループ、ね、そこがトップにいる、そんな枠組みでしょ。戦勝国たちがトップにいるんだったら当然その中には敵国もいるわけですよ。日本もそう、ドイツもそう。そういった国々は旧敵国として記されているわけです。中身を見てみると、その中でも特に107条や53条というものがそれに一番、その中身が一番該当する。で、国連憲章、旧敵国条項を見てみると、ざっくりですよ。ざっくりでごめんなさいね。こういう内容です。戦後、戦勝国側で決めたこと、旧敵国側が覆すのはなしね。旧敵国が不穏な動きをした際には安保理の許可なく強制行動、武力行使などできるよって。分かってるなって。敵国に指定された国々はさ、不穏な動きすんなよって、また前みたいにやらかそうとすんなよって。そういう動き見えたときはいつだって叩けるんだからな、安保理なしだぜ、そういう話なんです。はい。で、外務省のホームページ見たら、旧敵国っていうのはどういう国々が該当するかってことが書かれてます。日本、ドイツ、イタリア、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、フィンランド、7カ国ですね。で、敵国条項というのは削除すればいいじゃないって話があるんですよね。で、削除されてるのかってことですけど、削除されてません。ただし削除したいという思いは国連に伝えて、みんなにもそうだねって言ってもらったことはあります。その説明です。1995年国連総会の決議が採択された、そういうことですね。この敵国っていうものに対して、まあ先々ね、これ削除する必要あるかもねみたいなことを一致したってことです。可能な限り近い将来の適切な時期においてこれらの敵国条項を憲章から確実に削除するため、憲章108条の改正手続き、要は削除しようと思ったら国連憲章自体をいじらなきゃいけないってことですね。それに対して、まあ、目指していったらいいんじゃないのってことは合意は取れているというような話ですね。はい。だけどこれだけでは削除できないんだよってことです。先ほど言った通り108条、ね、改正しなきゃいけないと言われるような改正手続き108条に沿ってこの条文自体削除するっていうような動きが必要。はい。国連憲章の改正が必要なんですよ。ずいぶん長い間、95年に総会でそんなやつやってるのに、いまだにそんな動きしてないんですね。はい。じゃあこれ常任理事国が反対した場合どうなるんですかってことなんですけど、できません。できない。で、ご存知の通り中国、フランス、ロシア、イギリス、アメリカと。で、ここが重要なんですけど、この常任理事国の中でこの旧敵国条項ってものは私文化してないよ。いや、条文として残っててもね、これね、事実上もう意味ないよ、私文化しましたって日本側は言いたいんだけど、私文化してませんからねってもう釘刺されてるんです。誰に？ロシア側に。2019年、これ北方領土の交渉の時ですね。北方領土の返還を求めている日本に対して、日本の要求は国連憲章に反しているって言われてるんです。読みます。南クリル諸島、まあ、彼らの言い方ですよね。北方領土の日本への引き渡しを求める要求は、第二次世界大戦の結果は不変であるとする国連憲章の条文に基づく日本の義務に反するものである。ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相が記者会見で述べたと。日本は国連加盟国となった際、国連憲章を批准しているが、国連憲章107条は第二次世界大戦のすべての結果は揺るがないと規定している。我々は何も要求していない。ただ
日本の隣人たちに国連憲章、サンフランシスコ宣言、その他一連の文書に規定された義務に沿った行動をするよう呼びかけているのだと述べたと。だからこれ削除どころじゃないんですよ、はっきり言っちゃえば。逆に言って、じゃあ国会の中で言われていること何なんですかって、敵基地攻撃能力がどうしたとか、これ隠し屋をですねってできないのに言ってやがるんですよ。あれもう世界から見たら日本はこれ保護観察なんです、ずっと。でそれを外すかどうかってことに関しては手続きがさらに必要になるんだけれども、残念ながら常任理事国だって中国もいるしロシアもいるでしょ。そこはそういう鎖を外すっていうことをやるかって言ったらなかなか難しい。しかも2019年にはこういうような現地が取られ、こういうような発言が実際にロシアの外相から、あったという話を考えるならば、当然日本が敵基地先制能力であったりとか核武装核視野みたいな話になっていった場合には、不穏な動きと取ったら安保理抜きで攻撃されるっていうことのフリーハンドを自らやってくださいって話持っていくことになるんですよ。これじゃあ何をしなきゃいけないかってことですけど、やっぱり専守防衛徹底しなきゃダメなんです。勇ましいことだけ言ったって無理なんですよ、現実的じゃないんですよ。そんなことやったらしばかれるんですよ。じゃあ何かって言ったら基本はやっぱり徹底した平和外交なんですよ。それを徹底する以外ないんですね。もちろん国防というものは重要だから専守防衛、そこに対して防衛費を 2% 以上にするみたいな話とかありますよ。でもまず武器の調達の仕方変えろよって話なんですよ。アメリカ側から FMS みたいなね、フォーリンミリタリーセールスつって安く買えるはずのものを高い値段でわざわざ買ってんですよ。防衛装備品むっちゃ高い値段で、最初のいい値よりももっと高い値段だって言われたって払ってるんですから。アメリカ様とアメリカのみならず軍事産業様に対してどんどんお金を流し込むような武器の買い方をするんじゃなくて、必要なものはちゃんと買うでいいじゃないですか。そういう買い方ではなくて、どうせ 2% まで上げるって言ったって儲かるのはどうせアメリカ経由の武器産業でしょ。どうしてそんなお金の使い方するの、おかしいやん。日本の考え方としてやはり外交は徹底した派と真摯な姿勢で臨むしかない。足かせがつけられていることを忘れちゃいけない。